いつもと同じ色なんです。実はトリートメントしてもらっただけなんだ。そう、なんか去年の夏6月ぐらいに1回ブリーチしてて髪の毛。そうで、だからこの辺はブリーチ毛なんですよ。 1ブリーチした時の髪がここは残っていて、だからこのブリーチしてない部分との色の入り方が違くて、そう一回ブリーチしたことあるところは結構綺麗に色が入るので、綺麗に色入るし、もうなんか全然落ちなくなったから、そうなんなら今日だって美容室行ったら、え今が一番いい色じゃないって言われた。なんなら染めなくていいぐらい、染めるのもったいないぐらい今が一番いい色だよってなって、そうだからね、そうブリーチしたての頃はほんとめっちゃ色抜けるの早かったんだけど、もう結構定着してもう1年ぐらい経つからね。そうだからこの辺は逆に今めっちゃいい色で、でも逆にこのブリーチしてない部分の色が全然違くなっちゃったから、ここだけ染めてきました。ここと前髪と、前髪も切って、そう揃えてもらった色味を。やっぱりね、一回ブリーチすると綺麗な色が入るんですね。そうだから一番いい色の状態で、髪の毛もだからトリートメントはこの辺ちゃんとしてもらってるから、めちゃくちゃ一番いい状態で、はい、コンサートを迎えられそうです。はい、ネイルは伸びてますがネイルは伸びてますが、でもね多分分かんないと思う。分かるか、ちょっとねちょっとね伸びちゃってんだけど、でもどうしてもこの爪でコンサートしたいからいいってことにします。髪色はバッチリです。髪色はバッチリです。はい、そうメイクもね、もうコンサートに向けて今日もね新しいコスメをいっぱい買ってきちゃって、やばい、もう最近財布の紐ゆるゆるですもん。でもコンサート可愛く迎えたいし思ってちょっと新しいコスメを開拓して一番漏れてる状態でコンサートを迎えたいと思っているので、はい、そうなんかもともとコンサートまで美容室行く時間がないと思ってたから、前回行った時に結構濃いめに入れてもらってたんですよ。そうでもいざ蓋を開けてみたら今日も休みっていや美容室行けるんかいってなって、そうだからもう行けないと思ってたから、そのコンサートの日に一番ちょうどよくなるようにもう先に染めてもらってたの、この辺は。そうだから本当にその逆算通り今ここはめちゃくちゃいいよ。でもなんか意外と美容室行く時間があったから、この辺ちょっともう一回染め直したって感じです。そうだから今日は、でも今日美容室にしか行ってない、あとまあちょっとコスメ買いに行ったぐらい。初見です、ありがとうございます。ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。今回意外と休み多かった。そうなんだよね、だからその分全員揃って全然できてなくて。そうなんですよ。そうえ、なんか昨日すごくびっくりしたの、昨日さ、そうだブースティーの、ガッタファンの方で新しい、なんていうのサービスが始まって、皆さんやってますか、スタコレ始まりました。結構皆さんやってくださっててね。そうなんかなんて言うんだろうな、こうスマホ上のトレーディングカードみたいなイメージ、簡単に言うと。そうそうなんです。で皆さんがご自身でこう集めて、それをこうアルバムにできるっていうので、で私になんかプレゼントとして送ることもできて、私もそれを開封してみたいな、で私もアルバムを作れるみたいなやつなんですけど、エラーが出てまだか、あ本当にまだ治ってないの、あれそうなんだ。でもこれから期間限定のイベントとかではなくて、これからどんどんサービスとして増えていくものなので、もうちょっとじゃあ待ってもらえたら、自分で開けるより耳にプレゼントしたくなっちゃう。え優しいありがとう、めちゃくちゃ嬉しいありがとう。そう、それで昨日からそれが始まったんですけど、多分昨日の夜ゲーム部のメンバーで多分それの
あの説明みたいな配信があったと思うんですけど、あの裏で私たちリハをしてて、そうだから昨日はそのメンバーが途中でリハの途中で抜けてその配信に行っちゃって、だとは他のメンバーも何人か個人でお仕事があってリハに入れなくて、あの先輩メンバーがだから1期ドラさん2期が5人しかいなかったんですよ。もともと10人じゃないですか、1期ドラさん2期全員合わせて、それが半分いなくてリハの途中で5人しかいなくてね、そうあともう3期生と4期生しかいないっていう瞬間があったんです、昨日のリハの時に。なんかすごい NGT の未来見てるみたいだった。でも今後こうなってもおかしくないんだなって思って、先輩たちがなんか次々に卒業していった時に、そうもう3期生と4期生しかいないみたいな。まあでもその頃にはもっと3期生と4期生がいろんな経験を積んで、もっとみんな自身がこう成長してて、もっと頼もしい存在になっていると、もちろんね今も頼もしいんですけど、もっともっと多分いろんな経験をして頼もしい存在になってると思うから、なんか今ほど不安はないと思うけど、でもなんかちょっとその疑似体験みたいな。先輩メンバーが何人か卒業してもう 3,4 期生が本当にグループの中心になる、すごい疑似体験みたいな感じで、昨日のリハがそう、あこんな感じなんだ NGT の未来は。そうもしでも本当にそう、昨日はたまたまリハに先輩メンバーが5人いなくて5人しかいない状態だったんだけど、まあでももし本当にねそうなる頃にはそう、それこそ5期生とかが入ってても全然おかしくないし、そう、まあ、こればかりは分かりませんけど、そうでもなんかでもこうなる未来もいつかはあるのかなって思ったらね、結構わーってなりました。いやでも本当にそうなんだよね、もうだって今でさえもう本当に 3,4 期生が回らないと、それこそ次のコンサート、今週末のコンサートも本当に 3,4 期生がいないと成り立たないぐらい。本当にそうだからもう今でもなくてはならない存在なんですけど、でもいつかはねそういう時もやっぱ来るわけじゃないですか、もう先輩がほとんどいないみたいな状態。そうなった時に本当に多分3期生と4期生が中心になる日が来るから、うん、なんかそうなった時になんだろうな、こう今まだ私たちがやっと前に出た番な感じがあるから、そうなんか私たちもずっとここまで1期生に頼りっぱなしできて、やっと今回自分たちがなんかグループを引っ張っていく立場になった側の人だからさ、そうだから多分3期生と4期生はまだそこまでその引っ張っていくぞっていう自覚は多分ない、私たちほどはないと思うんですけど、でもいつかは絶対にさ3期生と4期生が中心になって引っ張っていく時代が来るわけじゃないですか。なんかそうなった時にその先輩がいるうちしか学べないことってやっぱりすごくたくさんあると思うし、いざその自分たちにその番が来てもなんかすぐには多分できないと思うんだよね。だからこう先輩がたくさんいる間に学べること、学んでいつ自分たちにその番が来てもいいようにしておかなきゃいけなかったなって自分たちがすごい反省してるから。そう、だから3期生と4期生が引っ張る頃にやっぱそうなってほしいなって思うし、でもそれがもう割と近いんじゃないかなとも本当に思うので、今もう2期ドラ6人しかいないし。そうだからなんかそれをちゃんとなんか教えられる側にならなきゃなっていうのはすごい最近のリハで本当に感じてます。昨日だから先輩メンバーが5人しかいなかった時結構焦りました。そうでもその5人からこうなんか吸収して学んでいってほしい。もちろん普通はねもっといっぱいいるんだけどさ、
し、むしろなんだろう、私がキャプテンになった時っていうか、まあ今もそうだけど、なんかそういう先輩がいる中でももう自分たちが引っ張っていく中心になることって絶対にあるから、先輩がいるからってなっちゃうんだけどね自分がキャプテンになった時はまさにそうだった。先輩がいる中で仕切るってやっぱすごい難しいことだと思うし、でもさ、なんかやっぱでもやっぱ仕切っていかなきゃいけない時って絶対に来るから、もう最後の一人になるまでさ、その先輩に頼りっぱなしってことはやっぱできないじゃないですかまだあと一人先輩が残ってるから先輩に頼る、もちろん全然頼っていいと思うんだけど、でもやっぱ自分たちが中心で引っ張っていくっていう自覚もどこかにないといけないから、だからすごい、特に4期生とかはまだ今回が初めてのコンサートだし、そんなこと言われましても、ね、そもそもコンサート自体経験したことありませんよみたいな感じだと思うんですけど本当にまだコンサートすら経験したことないのにそんなこと言われてもって感じですよねでも本当に多分すぐ3期生とか4期生が中心になっていくこう時代が来ると思うから、なんかそれのこう準備段階じゃないけど、今回のコンサートは先輩がいるうちに学べることも、まあ、私から学べることはそんなにないかもしれないけど私が後輩に教えられるようなことはそんなにないかもしれないけど、他のね先輩たちからいっぱい引き継いで、なんかいいところを吸収できる、なんかいい機会になったらいいなって思います。なんか3期生とはやっぱ思い出いっぱい公演が始まってから距離もぐっと縮まったし、同じステージに立つ機会がすごく増えて、なんか3期生もすごく成長したなって感じる部分がたくさんあって、でも4期はまだ一緒に公演出る予定がないからこそ、本当にこのコンサート一緒に同じステージに立てることってやっぱりすごい大きいと思うし、同じステージに立つことでやっぱ学べることって本当に多いから、その一緒に公演出てない分今がめちゃくちゃチャンスだと思うので、なんかそれをちゃんとなんか背中で見せられる人に自分はねならなきゃなってすごく思ってます。はい、でも本当になんか今日ずっとコンサートを見てて、他のグループの今日他のグループのコンサートをね一日今見てて、午前中に HKT さんのコンサート見て、午後から AKB さんのコンサート、まだあとね15分ぐらい残ってるんですけど、ちょっとまだ見切れてはないんだけど、ちょっと見てて、そうめっちゃコンサート見てましたでもさ、やっぱ人のコンサート見てるとさ自分がしたくなるのよ、めっちゃ。まあだから今週末あるんですけどだからめちゃくちゃいいモチベーションの上げ方だよね。もう今週末あるから、もうそれがどんどん楽しみになってるんですけどそう、やっぱでも他のグループもさ、やっぱコンサートなんだろう、こうテーマみたいなのがあって、それをこう見て、うん、なんかこう見せ方なんだろう、その一人一人のパフォーマンスの部分での見せ方もそうだけど、なんかグループとしてのなんかそのコンサートを持って何を見せたいのかみたいな部分だったりとか、すごいああなるほどなって思ったし、もちろん私たちの次のね今週末のコンサートも、まあ夜は日向さんの卒業コンサートですけど、昼もちゃんとなんかこうテーマを持ってお届けするコンサートではあるので、なんかそのテーマがちゃんと皆さんに伝わるコンサートにしたいなって、なんかそれ人のコンサートを見て改めてすごく思ったし、うん、春子のテーマ教えて教えません、見てからのお楽しみでお願いします、そこはでもそのなんだろう、見てちゃんとそれが伝わるコンサートではありたいなって思います。
で結局言われなきゃ分かんなかったってなっちゃったらちょっと本当にあそれは残念なコンサートになっちゃうなって思うから、もちろん今コンサートのテーマは言いませんけど、でもなんかそれがちゃんと伝わるような内容のコンサートにはしたいなとは思ってます、うん、あ時間が経つとなるほど、えそうよく覚えてるね、そうそうなんだよ、そう皆さんに今回のこの今週末のコンサートがどう受け取られるかはすごい楽しみ、どうなんだろうなって感じではありますね。そう、まあなんか本当にもうめちゃくちゃ今喋りたい気分なんですけど、大ネタバレになっちゃうので大ネタバレになっちゃうのでちょっと今はまだ話せないので、でも本当にコンサートが終わったらめちゃくちゃ喋りたい、私に喋らせてください本当に喋りたい。まあそのみんなが今回のコンサートを見てどう受け取るかどう感じるかにもよってまたその私の伝え方も変わってくるとは思うんですけど、うん、めちゃくちゃ喋りたいことはいっぱいありますので、まずは本当にコンサートいいものにこの喋りたい気持ちはちょっと一旦取っておいてね、その気持ちをまずはパフォーマンスでもう全部届けるつもりで、今は何も言わないけど その言わない分ちゃんとパフォーマンスでそれをまずは伝えられるようにしたいなって思います、はい、メールも長文になりそうね、えでもメール、そう、あのそうそう発表されたんですけど、コンサートは終わったと公演がねまたありますので皆さん、はい、よかったです、嬉しいです。そうでコンサートが終わって一番最初の公演が17なんですけど、17日の公演が冬、季節ブロックの冬が今渡り鳥とギコ伝とやらせていただいてるんですけれども、それがラスト公演ということで、はい、で次の21日からは今度春ブロックに変わるということでね、そうだからコンサートが終わってふーってあんま慣れないのよ、そのつまり瀬取りが変わるってことじゃないですか、そうそこのブロックだけでもね瀬取りが変わるってことだから、あまりその落ち着いても言えない覚えなきゃ、コンサートでめちゃくちゃ今覚えてるのに、そうそれがね終わったと思ったらまたちょっと新しいの覚えなきゃいけないから、意外とその落ち着いてもいられなくて、そうだからねメールも多分コンサート終わったら書きたいこといっぱいあると思うんですけど、ちょっともしかしたら間が空いちゃうかも、でも絶対に書くから、書かないと気が済まないんですよ私書いて自分の思い書いて伝えないと気が済まないから、メールには多分長文で書くとは思うんですけど、まあちょっとコンサート直後はもしかしたら難しいかもしれないけど絶対に書きます、はい、友達連れていくね、嬉しい、ありがとう、ぜひ、いやでも本当にねそのずっとしばらく公演がお休み状態だったので、やっと公演がまたあるのは本当にすごく嬉しいです、楽しみで、今さ今のところ17と21の公演の予定が発表されてるじゃないですか、なんかねもともとのスケジュール私どこだったかなんか出ない日があったんですけど、出させてくださいってなんか別にそのお仕事があるからお休みとかじゃなくて、お仕事があるから公演出られないじゃなくて、なんか普通に公演この日はお休みでみたいな感じだったの最初、いや出させてくださいっていうお願いして出させてもらうことになりました。17だったかな、そうなのでやった公演出ます。まもう本当に別に休みいらない、公演に関しては本当に公演に関して休みは本当にいらない、なんかその代わりに自分なんか自分の代わりに人が出てるのがあんま好きじゃない
私いんなら私出させてくださいって感じなんで。はい、でも楽しみ。なんか冬ブロックでも最後になっちゃう。私本当にギコ伝がとにかく大好きだから、もうプロフィールに書くぐらい。プロフィールに書くぐらいギコ伝が本当に NGT の中で一番好きなので、そうだからまあ冬ブロックが終わっちゃうということでね、ちょっとギコ伝が終わりになっちゃうのはちょっと寂しいんですけど、でも春ブロックもなんか何をやるのか実は私もまだわからない。もう今さコンサートに全集中だからさ、そうなの、春ブロック実は何やるかまだ聞いてない、決まってない、決まってないことはないかな、わかんないけど聞いてないので、まだ本当に春ブロック何やるかわかんないんですけど私も、そうなんです。だからギコ伝大好きだから、ちょっとギコ伝なくなっちゃうのは寂しいんですけど、でも多分春ブロックも春ブロックでまた違う曲ができると思うので、それはすごく楽しみだなって思います。はい、みんなの予想は何？春ブロック、多分コンサートの瀬戸り予想するより全然簡単じゃない、だって春ってもう決まってんだから。春どこね、いやわかる、春どこはもうさ 100% 入るんじゃないかと思ってる。だって NGT 内での春曲ってもう青春時計か春どこかじゃないですか。だって青春時計アンコール一発目にやってるからさ。それではここからは季節ブロックです、どうぞ。青春時計、豆腐メンタルバージョン。分かんない、そう青春時計ちょっとリミックス多いからさ、なんか 2,3 個パターンあるから。もしかしたらそのパターンはあるかもしんないけど。フランスパンもある。そうフランスパンと豆腐メンタルみたいなやつだよね。そう青春時計なんかそうリミックスバージョンがいくつかあるから、あの可能性はゼロではないけど、でもいやアンコールの一発で目で一応やってるから青春時計可能性はゼロじゃないかもしれないけど、限りなくゼロには近いと思うので。だからそうなると春どこはやっぱ NGT の曲だし絶対に入るんじゃないかなって気はしますけどね、私もそう思う。でも今のところはこうギコ伝と渡り鳥と2曲やってるから、こう季節ブロックまた季節変わってもまあ1曲ってことあんまないのかな、まあ、フルってなったらもしかしたら1曲の可能性もあるかもだけど、2曲とかってなるともう1曲なんだろうって感じだし、うん楽しみですね。なんか青春時計のそのフランスパンとかに関しては披露してるとこ見たことないけど、リミックスでしかないからね、それを披露するとかではないよ。そうなんですよ、その多分思い出いっぱい公演の初日始まった時にあの説明したと思うんですけど、その季節ブロック今後はなんか NGT の曲だけじゃなくてなんか他グループの曲もできたらみたいな話だったと思うんですよね。そうあの思い出いっぱい公演自体は NGT の楽曲のみで構成されてるんですけど、そこの季節ブロックのところに関してはなんか今後は他グループの曲もやれたらみたいな話はあったので、そうだからまあでもといってもね NGT にせっかく春曲があるなら、まあ、春どこは入るかなって気はするけれども、もしかしたらもう一曲は他のグループの曲の可能性もなんかなきにしもあらずみたいな感じですよね。そうだってこうグループが違うだけで春曲ってすごい増えるじゃないですか、バリエーションがね。みんなサクタベ好きだね。サクタベ大人気やん、私も好き、めちゃくちゃ好き、サクタベ大好きね。そうでもこう他グループの曲ってなるとだいぶバリエーションは増えるのでね、なんかいろいろできたらいいな、サクタベ大好き、わかる。なんかこれどこでやったんだっけ、あれだ、愛ちゃんの卒業公演でやりました。
もう本当に愛ちゃんの卒業公演の瀬戸際はもう全部良すぎるから。春風に吹かれた、わかる。サクタメはいいよね、盛り上がれるしね。ワン、ツー、スリー、フォー、やりたいね。でも本当に何になるかちょっと本当私もまだわからない。春ブロックに関しては公演のね、これの春ブロックは本当にまだ私もわかんないのでお楽しみに。でも本当21日が初日になりますので、ぜひぜひお待ちしておりますし、私の大好き大好きギコ伝も17日でラストなので見納めにぜひ来てください。大好き大好きギコ伝、悲しいよ、寂しいな。お待ちしております。そうだから意外とね、なんかまあ公演がでも今17と21しか出てなくて26まで休館みたいな感じでしたよね。だからその後27以降にまだ4月は公演があるのかな。でもゴールデンウィーク入っちゃうもんね。もう待って、早すぎる。この前周年公演やったばっかりじゃん。本当にこの前周年公演やったばっかだと思ったのにさ、もうゴールデンウィーク来るの怖すぎなんだけど、怖すぎ。まあでもゴールデンウィークはね、公演はありそうだけどね、うん、あってほしいけどね。どうなるかな。てかでもその季節ブロック云々よりもね、公演覚えてるんだろうかっていう、もうなんかいろんなものをこう詰め込みすぎちゃって覚えてないのではみたいな。ちょっと心配。大丈夫かな。しかもさ、友達でいましょうとかさ、神氏の振りが逆になるからさ、どっちだったっけとかってなりそう。ゴールデンウィークフェス、あ確かに、え去年なんかゴールデンウィークフェス、歌舞伎町思い出した、去年フェスあったよね、ゴールデンウィーク。わ確かに、えフェスやりたい。もうそんな季節なんだ、もうフェスの時期が来るの、早すぎ。いやゴールデンウィークのフェスね、めっちゃ楽しかったんですよ。しかもなんか間中日、なんかこう2日間違うフェスがあって間中日休みで、東京でそうだからあれだ、帰りとあのゲームのサイネージを見に行ったんだった。あれゴールデンウィークでした。え早すぎない、あれからもう1年経つの、めっちゃ早いな。そうだからなんかなかなかその東京でオフの日ってあんまりないから、すっごい楽しかった。カホとカイリと3人で東京のカフェ行ったりとかして、めっちゃ楽しかった記憶ね。すごいあっという間すぎない、もうあれから1年経つって考えたら怖すぎるんだけど。早いよ、年を取ると1年が早いってこういうこと言うんだなって。終わった後辛いのと、あ食べた食べた食べた、そうそうそう、まあ、歌舞伎揚げね、あの隣でなんか辛いフェアみたいなのやってて食べたわ。そうそうそう、アーバンキャンプシティあるかな、確かにそうだそうだ、今年もあるのかな、まだでも CM とか見てないな、あったらぜひ今年もぜひ今年もお願いしますって感じなんですけど。そうだ、それもね、いやゴールデンウィークそう思うと結構イベント系ありそうだね、公演よりもね。楽しみ、なんかすごい楽しみなこといっぱいですね、そう思うと。だってもうただでさえ今週末コンサートで楽しみなのに、なんかそのあんまりやりきったーって感じにならないまま、こう次々に楽しみなことがいっぱいあって嬉しい。なんか燃え尽き症候群にあんまならなそう。いいこといいこといいことです。ゴールデンウィーク予定開けといた方がいい感じですか。いや本当に全く分かんなすぎて、
はさすがにないよね。たとえフェスとかがなくても公演はある気がするしって感じじゃない。だから開けといて損はないかも。ちょっとまだ公演がありますともフェスに出ますとも言えない何もわからないゴールデンウィークの予定わかんないけど、でもなんか開けといて損はない気がします。何かしらはありそうじゃない。なので開けといてくれると嬉しいかもこれで何もなかったらごめんね。思い思いのゴールデンウィークをお過ごしください本当何やるかちょっとわかんない。 NGT ファンになってもうすぐ1年の嬉しい。早い、めっちゃ早いな。そう思った。嬉しい、ありがとう。最高に濃い1年になってたらいいなアイドルフェスあるかどうか調べて、調べておいて人任せ。でもそうフェスがあったとって NGT がそれに出るとは限らないですしね。出たいけどもうあるフェス全部出させてくださいって感じだけどね。どうなんだろう、ほんとフェスね。でもなんかこう最近公演にすごくこう力を入れてる感じがあるじゃないですか NGT48 そうだからこうフェスと公演の天秤にかけた時になんかどっちを優先するかはちょっと私もまだ分かんない、でもやっぱフェスきっかけで知ってくださる方もいるからね。そうだから外のイベントは出れるだけ出たい気持ちだけど、こればっかりは私に決定権があるわけじゃないのでちょっとどうなるんでしょうか、分かりませんけど。早すぎるけど今からサマステ楽しみに、うん、めちゃくちゃ早すぎだねいやでもサマステ去年初めてサマステ出たので出てめちゃくちゃ楽しかったから今年も出れたらいいなって感じですね、うん、3、4期メインでフェス出るか、確かにね、確かにそれもある。やっぱこのこれからの NGT を担う子たちを外に顔見せしていかなければいけないから劇場公演は俺らに任せろみたいな。でも結局3期生がいないと公演回んないので任せろって言うたとてね、ちょっと本当にそうだから結局ね、これからのグループを引っ張っていくのはね3、4期生なんですよ。本当にその子たちがいないと公演すら回らないから、なのでねちょっとどうなるかな。でもいいゴールデンウィークを過ごしたいですよねみんなと一緒にゴールデンウィーク過ごせたらそれはもう一番願ったり叶ったりですよね。まあそれに関してはもう正直公演でもフェスでも何でもいいんだ。そうなんか何もないゴールデンウィークが一番寂しいじゃないですかそうだから何でもいいけど、みんなと一緒に過ごせるゴールデンウィークなら何でもありです。生きてる中で一番濃くて充実した1年、嬉しい、ありがとう。 NGT と出会って人生彩っちゃってる嬉しい、ありがとうございますNGT だけの時代、そうサマステはね、そうなの。なんかフェスってさ、いろんなアイドルさんとかいろんなグループさんが集まってて、それはそれでめっちゃ楽しくて楽しいし、こう新しいファンの方に見つけてもらえるきっかけにはなるけど、なんか外フェスで自分たちだけのステージってあんまないから、サマステね、そう思うと1時間ぐらい NGT だけど超楽しかったよ。そうなんだよね、夏フェスで10万名披露ねえこればっかりは本当に早く私もシングル出したい。何がしたいって、おしゃべり会がしたいのよ。でもシングル出ないとなんかおしゃべり会させてもらえないみたいだからそうなんですよね。だからリリースできたらいいんですけど、夏フェスまでに間に合うと、そして夏フェスになんかすごい盛り上がる系の曲だと願望すぎる。そうなんだよね。いやー本当にそろそろシングル出したいですよね。
く皆さんにこういいご報告ができるといいんですけどね、うん、ゴールデンウィークといえば握手会とこうなってね、もうだってそう握手会おしゃべり会もさないしさ、なんかめっちゃ懐かしいゴールデンウィーク、え待ってさ、ゴールデンウィークさ、なんか鯉のぼりのめっちゃ昔の握手会ね、めっちゃ昔の握手会、なんか鯉のぼりのさなんか台紙みたいなのにサイン書いた記憶あるんだけど、あれ多分ゴールデンウィーク期間中の握手会だよね、あれめっちゃ記憶あるな。懐かしい、大中小あった、あそうそうそう、しかもその大中小でなんか鯉のぼりの色違うやつありましたね、そのそうだからゴールデンウィークはそうだよね、毎年握手会やってたよね、それもなかったら本当になんか公園付けのゴールデンウィークもありえるよね、フェスがなかったらね、とにかく何もないゴールデンウィークはおそらくないでしょう、みんなと一緒に楽しくゴールデンウィークを過ごせるはず、なんかそれだけは保証しておきたい保証しておきたいな、いや早いのよ、もうゴールデンウィークの話してんのが怖いよ、まずはね、まあ、春コンですので、やばいよ今週末だって楽しみ、嬉しい、すごいなんか、あと何日、今日月曜日、違う火曜日、今日火曜日、水木金土、あと3日とかしかないってこと、4日後、わー、ドキ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 、でもなんか今までのコンサートの中で一番心に余裕はあります、割となんかすごい追い詰められてるっていう感じではないのが、なんかその経験値なんだなって思いました経験値なんだなって、はい、そのなんかまあやったことある曲もね7年目にもなれば結構な数ありますし何の曲やるとは言いませんけど、でもまあやったことある曲がどうしても大半にはなってきちゃうかなって感じはするので、それがやっぱり余裕に生まれてきてるんですかね、うん、そうだからやっぱ後輩は大変ですよ、先輩たちがもうできてさ当然の曲をさ自分たちは新しく全部覚えなきゃいけないから、やっぱりそれはね後輩の宿命ですよね歴史が長ければ長いほどね、そこに新しく入っていく人たちはやっぱ全部が初めてになっちゃうからね、そうそうなんですよ、やっぱりさその経験値の少ない子ほど覚える曲がたくさんあるから、それがやっぱり一番大変だよね、一番追い詰められちゃう、できる人ほど先輩の覚えてる曲ができる人っていうか、まあ先輩たちほどもうやったことある曲ばっかりにどうしてもなっちゃうから、その分やっぱ後輩はね苦労するよね、でも自分たちも今までそっち側だったはずなんですけどはずなんですけど、いつの間にかねもうなんか覚える曲の新しく新規で覚える曲の方が少ないみたいになっちゃった、経験値なんだなって経験値なんだなって、あとはでもやっぱりその例えば新規で覚える曲があったとしてももう振り入れのスピードもさ全然昔ほど苦労しなくなった、すぐ覚えられるようになったし、あ年齢的な都合でね
すぐ忘れちゃうとかはあるかもしれないけど、そう、それはあるかもしれないけどね。若い子の方が覚えやすいかもしれないけど、でもなんか それとはまた別っていうかさ、経験値の違い、覚え方とか体の使い方みたいなのはさ、経験してきて覚えるものだったりするから、なんかその面では苦労しなくなったし、そう、覚えるのも昔ほど大変じゃなくなったからこそすごい余裕が生まれてます。だからみんなは本当にまださ、そのアイドルになって歴が短いと、まずその覚えるっていうやり方が分かんなかったりするじゃないですか。もうただひたすら踊り込むしかさ、もう体に叩き込むしかないみたいな方法以外にも多分もっとなんかこれからいっぱい経験してきて覚えていくかもしれないけど、もう今はとにかく体に染み込むまでやるしかないみたいな覚え方しかできないとか、でもそういう子たちほどやっぱ新規で覚えなきゃいけない曲もいっぱいあるから、もう体力もどんどんそれで持ってかれちゃうしね、多分すごい大変だと思う本当に。そうだよ、4期生なんてそのそもそもコンサートのステージというもの自体未知の世界なんだからねえ、本当にだからめっちゃ大変だと思います。そうだからもう本当になんかもう私は今までのコンサートの中で一番余裕が生まれてるから、その分をなんかその困ってる後輩に使ってあげたいなっていう、なんかいくらさ自分がこう踊り込んで完璧にしても、やっぱグループのソロコンサートじゃないから、グループのコンサートとして、まあ、立場的な面もあるけど、やっぱいいものにするためには自分だけができても本当に意味ないなって、後輩たちのその底上げみたいなのをしないと、どれだけ自分が頑張ってもいいコンサートには見えないってなっちゃうから、そうだから本当に後輩たちは大変だけど、みんなに頑張ってもらわないとやっぱいいコンサートだったとは言えないコンサートになっちゃうから、そうでもそれをさ全部さ後輩たちにその何重さをなすりつけるつもりは全くないし、そうするために私たちはいっぱいサポートしていかなきゃいけない、全員でその底上げはしていかなきゃいけないと思うので、なんかそうできるようにそうしたいなって思うし、やっぱすごい後輩に見られてるっていうのもなんか今までにはなかった感覚というか、今までやっぱ私たちが先輩の背中を追ってきてたから、なんか自分たちが見られてるっていう感覚、お客さんにしかそれってあんまりなかったんだけど、後輩にめちゃくちゃ見られてるって、その踊り方とかその細かい見せ方みたいな部分、すごく今まで以上に後輩に見られてるっていう気持ちが結構あるので、だからリハからちゃんと、いや今までもリハからちゃんと踊ってきてたけど、なんかそれをなんか悪い風に後輩に真似してほしくは絶対にないから、なんかちゃんとリハもちゃんとやろうって今までは自分が先輩の身を見真似でやってたけど、その身を見真似される側になっちゃってるので今完全に、だからちゃんとやろう、頑張ろうって思うし、すごくやっぱこれは本当に一期生の先輩たちのおかげだなって思うんだけど、やっぱ一期生の皆さんが本当にちゃんと頑張ってきてくださってた、そのリハで例えば手を抜くとかあんまりそういうのがなくて、リハからちゃんとちょっとやってきたし、もう本当に今も多分メンバー全メンバーの中で一番マリナさんがめちゃくちゃ多分踊り込んできてたりとかするし、なんかそういう先輩がいるから、なんか先輩がちゃんとやってるのに自分たちがなんか手抜けないじゃないですか。なんかそれが本当に NCT のいいところだなってすごく思うので、一期生がそうやってなんかリハとかからちゃんとやってきたから、その何誰も手を抜くみたいなこ
ことをしてこなかったし、なんかそれがこうちゃんと後輩にも引き継がれていってるなっていう感覚なので、だから自分たちがちゃんとやればやるほど後輩も多分ちゃんとリハに参加してくれると思っているし、なんかそうしてほしいなって思うから、自分が一番ちゃんとリハに取り組むように心がけてはいるかな。もう本当にね、だって私あんなにリハ大嫌いって言ってた世界一リハが嫌いって言ってたのに、こんなに真剣にリハに取り組んでることありますか？もう大嫌いなんだから、あの空間大嫌いなんだから本当にもう私ことあるごとに多分コンサートとかあるときさ、リハが嫌いってずっと言ってきたと思うんですけど、そう本当によー。なんかさ、こう周りが踊れるのに自分が踊れないみたいな感じとかさ、そうなんか自分が足引っ張ってるなって分かっちゃうしさ、そう本当に本当にリハが世界一嫌いだったんだけどその私がこんなにちゃんとリハに、しかもなんか割と余裕持ってリハに取り組めてることが一番びっくり。大人になりましたよ。でもそれはなんか自分が成長したっていうよりも、多分後輩ができて、なんかこう後輩にちゃんとそういうとこを見せなきゃなって思わせてくれる存在だからだなって思うので、自分がいつまでも後輩だったら多分そうはならなかったと思うんですけど、私も先輩になったんですね後輩ができたから多分逆にそう思えるようになったのかな、うん、だから本当にもう昨日とかもリハもう大汗かいてました最近もうリハが汗だくすぎて、そうでも本番大丈夫かなって、本番さやっぱカメコの皆さんもいらっしゃいますし、なんかもう可愛い状態でキープしたいんだけど、もう最近汗がすごすぎて、なんかもう汗だく、大丈夫かな本番、汗だく、前髪びしょびしょみたいな、それが本当に心配ですね。何が心配って、それが一番心配なんだよ。コンサートに対する心配はそこまでなんか個人的にはあんまないというか、もうどれだけ可愛く最後まで終われるかみたいな感じなんです。本当にメイク崩れたりとか、汗で顔がぐちゃぐちゃになることが一番心配です。可愛く終わりたい可愛く終わりたい。そうでも本当にそれぐらいだから、リハにはまあ今までもちゃんとリハにも取り組んではきたけど、やっぱりリハ苦手嫌いっていうその苦手意識の方が強かったから、リハに対して、そうだからなんかそのあんまり頑張れなかった正直に言うと、なんか周りの方が踊れてんのに、なんか自分がなんか頑張ってるのがあんまり、いや頑張れよって感じなんですけどそういう人こそ頑張れよって感じなんですけどね、今の自分から言わせてもらえばなんだけど、なんかその全然踊れてないのに、なんか頑張れなかったそうけどなんかその今もそこのリハに対する苦手意識が全然なくなりましたね。だからなんかリハからちゃんともっとできるように、ちゃんとも、ん？もっとちゃんとできるようになった本番を意識してそのもっとできるようになったなって思うので、そうだからこれなんか言っていいか分かんないけど、まあ、名前出さない、結構本当に最近リハ期間涙を流してる後輩が多くてですね、そうあーどうしたの、なんか本当に最近そんな感じ、ずっと
ここ最近のリハ、いつも誰かをこうやって母のようにしてるんだけど、そう、いやでも本当だからそれぐらいみんなにとってはもういっぱいいっぱいになっちゃうんだよね。もう本当にその気持ちが痛いほどわかるので、大変だと思うんですけどね。でも本当にこれからの NGT を背負っていく子たちだからさ、頑張れってなってますでもだからさ、今までは私がそれされる側の人だったんだよね。そうなんですよ、成長しましたよ。だから私もいつも私がそれされる側だったのに、え、私がこんなことしてる。でもそのなんかさ、涙を流したくなる気持ちが痛いほどわかるからさ、泣いてる子見ると泣いちゃうんですよね辛いちゃうんですよ、そう、泣きそうになっちゃうんだけど、めっちゃ意味わかんないじゃないですか。でも泣いてる子慰めながら泣いてるんでだから我慢してますでも本当につられそうになる、しんどいよねと思って、みんな本当にいっぱいいっぱいになりながらでも頑張ってくれてるから、特に4期生で3期生もめっちゃ頑張ってくれてます。本当になんか4期生とやっぱ一番近い先輩だから、そう、なんかまあこれからもっと活動がね進んでいくにつれて、4期生がもっとなんか活動的になってくると、もっとなんだろうな、ライバル意識みたいなのが強くなっていくのかなっていう気はするけど、今はそのコンサートをもうツアーから数えて2回経験してる子と、全くコンサートのステージに立ったことない子たちで、やっぱそこにすごい大きな差があるから、そう、でも一番やっぱり近い先輩としてすごくたくさん4期生に教えてあげたりとか、4期生のサポートをすごくしてくれているので、3期生が、そう、だからこう4期生の頑張りとはまた違う面ですごい頑張ってくれてるというか、4期生は今まずこのコンサートを成功させるために先輩たちについてくるのにすごく必死になって頑張ってくれてる感じ、そう、3期生はその4期生をすごくサポートする、なんか初めてできた後輩でね、まあね、こう加入時期もすごい近いし難しい面もあるかもしれないけど、でもすごくなんか一番身近な先輩として4期をすごくサポートしてくれてるので、なんか先輩らしくすっごい頑張ってくれてるので、その3期生と4期生どっちもすごい頑張ってくれて、でもその頑張るのなんか目的がちょっと変わってる、それぞれで違うというか、でも本当に3期も4期もみんなすごく頑張ってくれてるなっていう感じですそれがなんかちゃんとみんな本当にすごく頑張ってくれているから、それがなんかいい形で出せるコンサートになったらいいなと思いますね、うん、いやでも本当に4期生は特にすごく成長率が高い。なんか日向さんの卒業公演前まではやっぱ前座しかやったことなくて、前座とお披露目の自然渋滞と、でもそれって自然渋滞、お披露目の自然渋滞でいうと1ヶ月ぐらいずっと同じ曲自然渋滞だけを練習してきたりとか、前座もね本当にこう公演の一番最初のその1曲だけ出るっていう形だったから、やっぱりなかなかその経験を積める場所っていうのがすごくなかったの中で、日向さんの卒業公演で初めてこうなんか1回の中で複数の曲に出ることになって、その分やっぱりもうその時それこそ振りを覚えるっていうその行為自体がなんか覚え方がわからないみたいな感じだったし、その先生がこうこうだよって言ったことの多分言ってる意味があまり伝わってない感じというかがすごくあって、なんかこうずっとなんだろうな、ポワポワしてる感じだったんです。そう、
なんで日向さんの卒業公演の時、本当になんか本番直前でやっとこう振りが揃ってきたなというか、みんなの意識が こっちに向いてきたなっていう感覚がすごくあって、そうで、特に日向さんの卒業公演の時は日向さんがすっごくたくさん4期生にアドバイスをしてくださったから、なんかそのアドバイスもあって卒業公演までにこうまず一つになれたっていう感じだったんですけど、 そこからのまあまだ1ヶ月経たないぐらいのこの期間の間にすごい成長しました。そう、なんか本当に卒業公演のリハ始まった時とかはすごいそのポワポワした感じがあったんだけど、もう今本当にすごい頼もしくなりまして、だからまだあれから1ヶ月経ってないのにこれだけ成長するんだなっていうのをすごい感じてて、4期生には、うん、そう、だからすごい成長率みたいなのはすごく感じますね。そう、私今までこう1日1曲だけをこう集中的に覚えるみたいなことをずっとやってきてた子たちだから、自然渋滞とかね。そう、でもコンサートってなったら1日に何曲もこう振り入れして、その後じゃあブロックで通しますよとかあったりして、もうなんか今までとは全然違う流れになるから完全に詰め詰めの状態なんですけど、でもなんかそれにすごいちゃんとついてこられるようになったっていうのがすごい大きいと思います。なんか3期の時もさ、ツアーでお披露目しかしたことなかったのにさ、ツアーの千秋楽でいきなりめちゃくちゃ詰め込まれててさ、本当にあの時の3期生はかわいそうなぐらい大変だったと思うんですけど、そう、でもやっぱり3期生はあれがあったからめちゃくちゃ振り覚えも早くなったし、そう、やっぱさ、そういうなんか辛い状況ほど人を成長させるなっていうのはすごい感じてて、なんか4期、今の4期はそれに近い、うん、絶対今が一番大変なんだけど、でもそれを乗り越えると本当にその子たちの成長につながるなっていうのも3期の時にすごい感じたので、そう、今4期生もその段階に入ってるかなって、だから今本当に泣いてる子たちが多くて大変だよねって感じなんだけど、絶対にそれいい経験になる、その子たちのこのこれからもっともっと長く進んでいくアイドル人生においてめちゃくちゃいい経験になる。なんか逆に私たちはその初期の段階であんまりそういう経験なかったから、ぬくぬくとぬくぬくと育てられたおかげで、はい、なので私はしばらく最近までリハに対して苦手意識がずっと抜けなかったりとかすごいあったから、ぬくぬくとさせていただいておりました。まあそれだけ先輩が多かったし、そうなんです、だからまあ後輩の期間も長かったし、うん、なんかそこまでこう追い込まれるみたいな詰め詰めの状況にはねされてきた記憶がないですね。そう、なんか先輩の公演にアンダーとして出るみたいな経験しかなかったからさ、その頃ってなんかそれってでも結局自分の努力次第というか、そのデビュー日がもうこの日ってデッドが決まってて、そこに向けてやるっていうよりかはなんかこう自分で頑張って達成した時に、あ、じゃあこの日をデビューにしましょうっていう感じだったから、なんかその目標って結局自分で決められるじゃないですか、自分のその成長度合いによって。でもさ、そうじゃないじゃん、もうコンサートの日付はもう完全に決まってて、そこにもうさ 100% の状態まで持っていかなきゃいけないじゃないですか。なんかそういうのが今まで私たちはなかった。そう、なんか自分のその自分の中での目標、この日までにデビューするとかはね、まああったかもしれないけど、もう絶対にこの日じゃなきゃダメっていうのじゃなかったから、だから私誇りの丘のデビュー日1週間遅れたもん。もともと7月の7日予定だったんですけど劇場デビューアンダーデビュー日7月7日予定だったんだけど、その前の2期ドラの合宿で私があまりにもなんかへなへな、なんかもう常に
合宿中泣いてるみたいな状態で、それを見て支配人に心配されて、こいつは公演に出せねえみたいになってデビュー日が一周遅れました。そう、私はもともと7月7日の誇りの丘公演でアンダーデビューする予定だったんだけど、そう、それがあって、そのお披露目じゃない、アンダーデビューを一周遅らされたっていう過去を持ってるんですね。そう、だから私の劇場デビューは7月14日なんだけど、本来であれば7月7日のはずだったんですよ。そう、だからさ、なんかいいことじゃないけどね。いいことじゃないけど、でもそういうことが可能だったわけじゃん、アンダーデビューだとさ。結局自分のそのレベルまで達してるかどうかによって、そのアンダーデビューする日が決まるみたいな感じだったから、自分でさ、その 100% になるまで、まあ練習できたじゃん。そう、でも3期生4期生はもうこの日でも決められてて、そこまでに完成度上げなきゃいけないから、そういうのはやっぱりね、ちょっと経験してこなかったけど私は。でも絶対に大変なことだけはわかる。そんな追い込まれ方したら私無理だった、絶対に。今ここにいないかもしれない。はい、これがね、ぬくぬくと育てられた証拠です。だから本当に3期生4期生はすごく、なんだろう、環境、置かれた環境で言ったら2期ドラもそれなりに大変な環境ではあったけど、やっぱりそのグループの先が見えないとかさ、そういう面でのね、なんか活動ができない、ない活動がない、そもそもみたいな時期を乗り越えてきたから、なんかその大変さの状況が違うじゃん。そう思うと3期生とか4期生はこうお披露目してすぐにこうやってコンサートとか、まあツアーとか、そういうステージが、自分の立てるステージがあって、それって本当にすごく恵まれていることだから、そういう意味でのなんか大変さは違うものが2期ドラと3、4期とは。そう、だからなんかそのなんだ、今みんな3期生4期生がこの短い期間の間でこの完成度を上げなきゃいけない、仕上げていかなきゃいけないっていうことに対して本当にすごい大変なことだと思うし、私たちはそういう経験をしてこなかったから、そのだし、私たちが入った時よりももっと曲数って増えてるわけじゃないですか、覚えなきゃいけない。例えばグループのさ、シングル曲で言ったらさ、私たちが入った時はまだセカヒトまでしかなかった、ってかセカヒトも自分たちがもういる時だから、春どこまでしかなかった、シングル曲で言ったら3曲しかなかったのに、4期生なんてもうさ、何、渡り鳥じゃなくて、なあの別まで出ちゃってるから、9曲あるわけじゃないですか。例えばさ、シングルをね覚えるってなったとて、そう、でもそれだけでめっちゃ大変じゃん、もう加入した段階で覚えなきゃいけない曲がさ、の数がもうまず違うし、その上こうやってコンサートとかみたいに決められた期間の中でそれを全部覚えなきゃいけない、そういう大変さは私は知らない。でも絶対に大変、自分がそれだったらめっちゃ無理って思う。めっちゃ無理って思う。でもなんかその大変さも、なんだろう、考え方によってはそれすらもすごく恵まれてること、なんか自分たちにそういう経験がないのって、そういう経験をする場がまずなかったからなんだよね。だからそういう、それをじゃあ自分がやれって言われたら無理ってなるのはもうすごく目に見えるぐらいなんだけど、もし自分がねその時にそうやって入ってきた人だったら無理ってなっちゃうんだけど、でも裏を返せばそういう経験ができる環境にあること自体が多分ありがたいことだと思ってほしいなって、なんか2期ドラ視点だとちょっとそう思っちゃうかな。だからすごい大変だと思うんだけど、その大変だって思える環境すらも多分恵まれてるんだと思うから、なんかそうやってステージに立てるなんかありがたみをなんか持っててほしいなって、
それが立てることが本当に当たり前じゃない、特にニキドラは本当になんかそう感じているので、なんか3、4期には3、4期にしかわからない多分大変さがすごくある、それは私たちにはわかんない大変さだけど、それができることも絶対にいい環境にあるからできる大変なことだと思うから、それをね、なんか感じていっぱいステージ頑張ってほしいなって思います。だからなんだろう、すごいこう今グループで3期4期と後輩たちがこんなにたくさんいて、なんかこうお披露目してすぐにそういう風に立てるステージをなんか後輩たちにこうなんていうの、与えられてる、別に私の力で与えてるわけではないけどではないけど、でもなんかそういうグループに慣れてるんだなっていうのはやっぱりすごく嬉しいことだなって思いますね。なんかそもそも後輩をこう募集できて、そこにこう入りたいって思ってくれる人たちがいるっていうことがまずグループにとってはすごく大きい進歩だと思うし、そう、なんかこのグループに入りたいって思ってくれる子たちがいるっていうことと、それをこうちゃんと迎えてその子たちがこう輝けるステージをなんか作ってあげられてるっていうことは本当にグループにとって大きいことだと思うし、なんかコンサートもまあ1年に1回ないし、まあ2回まではいかないけど、でもそのペースでこうやってコンサートできてることも本当にすごくありがたいことだと思うので、そうだからなんか今一度ねこうコンサートをできるっていう環境にあることと、なんかそのステージをこうなんか用意していただけることになんかちゃんと感謝しなきゃいけないなって本当に思います、そうだからその上でなんかコンサート初めて経験する子たち4期生たちには本当に頑張ってほしいなって思うし、なんかいい意味でコンサートがあることが当たり前であってほしいし、なんかそれをなんかコンサートできるの当たり前っていう なんていう難しい、そういう感覚でいちゃダメだと思うけど、でもなんかそれをできない期間を経験してる身からしたらなんかそれがずっとグループにとっては当たり前であってほしい、本当になんか後輩たちに苦しい経験はさせたくないじゃないですかなんかそういうグループ、そこまでにまず慣れたっていうことはグループにとってすごい、別に私の力がどうとかじゃないけど、それは本当に大きいと思うし、なんかその上でこうやって今コンサートができているわけだし、そこにこう入りたいって思って来てくれてる子たちがこんなにたくさんいるわけだし、なんかそれを全部ひっくるめてなんか今の NGT が見せれるものを全部そこにぶつけたいなって思いますね。頑張ります頑張ります。もう4日3日とかしかないみたいなのでなので、はい、頑張ります。わかる、なんかなんかわかる、めっちゃキャプテンみたいなこと喋っちゃった喋っちゃったなんか喋ってることこうなんかキャプテンみたいでキャプテン超えてプロデューサーだったもそう思うと変わりましたね。へ私も変わりましたな。
大人になっちゃって。いやでもそうだよ、コンサートだってさ、自分がキャプテンになってからコンサートやるのもう3回目ですよ、ツアーから始まって。しかもツアーな何箇所かとかって言ったらもうめっちゃ、意外とそんななんですよ意外とそんななんです。実はキャプテンになってからコンサートもね、もう結構経験してきて、なんか2年、今もうキャプテン3年目に突入したんですけど、この前でやっとちょっとはねキャプテンらしくなってこれたのかしらねわかりませんけど、わかりませんけど、全然まだまだですけど、はい、でも本当になんか、そう、あ、そう、それでですね、ちょっと話変わっちゃ、変わらはしないけど今日コンサート見てて、他のグループのコンサートで、HKT さんのコンサートをまず最初に見たんだけど、 HKT さんのコンサートがなんかそのドラさん5期生6期生が中心となって作るコンサートで、そのまあドラさんっていうと同期なんですけど、でも HKT さんの中で言うとそのドラさん以降がまあ後輩メンバーみたいな、まあ、次世代みたいな枠でグループで言うとね、でそのだからドラさん5期生6期生がなんかフューチャーされたコンサートだったんですけど、それを見て、でもまあその先輩メンバーたちも、まあ、途中出てくるっていうコンサートだったんですけど、すごい、なんだろう、この前お会いした豊永さんが、豊永さんは先輩メンバー側なんだけど、すごいキャプテンとしてそのコンサートを引っ張ってきたこう次世代メンバーに向けてすごいなんか託すみたいななんか言葉をすごいコンサートの中でかけていて、でもその次世代メンバーの中の中心となってたのがドラさんで、同期のユエルで、なんかすごいどっちからの視点もさ、すごい私は理解できるのね。キャプテンとしてなんか後輩 NGT で言ったら3期4期に向けての言葉かけてる、なんかそのキャプテンとしての豊永さんの姿もすごく理解できるし、でも一方で私もドラさんだから、なんかユエルのこの次世代として引っ張っていく世代にいる気持ちもすごくわかるし、そうだからなんかね、すごいもうめっちゃいいコンサートでしためっちゃいいコンサートでした。そうで、なんかそれ、そのなんか次世代メンバーが結構そのフューチャーされるコンサートで、 HKT さんのコンサート昼夜あったんですけど、昼がそういうコンサートで、夜がなんかグループコンサートみたいなやつだったんだけど、なんかあえてその次世代の人たちがなんかどうなんかフィーチャーされ方、なんかそのグループとしてどういう風に見せ方をしてるのかとか、逆にまあ3期4期と同じぐらいの活動期間の6期生とかはなんかどれぐらいのパフォーマンス力なのかなとか、なんかそういう面であえてその昼公演の方を選んでみたんですけど、めっちゃいいコンサートでした。多分夜は普通に多分グループコンサートだったと思うんですけど、夜も多分いいコンサートだったんだと思うんだけど、ちょっとあえて私は HKT さんの昼公演の方を見させていただいて、そうで今まだあと残り15分ぐらい残ってるんだけど、 AKB さんのコンサートの方を見てて、 AKB さんはこの前そのゆきりんさんの卒業コンサートがあった日の卒業コンサートと次の日昼夜コンサートがあって、めっちゃ迷ったの、昼夜どっち見ようか。なんかゆきりんさんのコンサートはゆきりんさんのコンサートでなんか見たいなと思ってたんだけど、なんか今こう何優先順位をつけてみたいもので言うと、なんかグループとしてのコンサートをなんか各グループどういう見せ方をしてるのか、どういうコンサートをしてるのかっていうのを知りたかったから、そうゆきりんさんのコンサートめっちゃ見たいんですけど、優先順位で言うとグループコンサートかなと思って、そうでそのグループコンサートも昼夜あったんですよ。どっち見ようってめっちゃ迷って、
どっちも見たかったんだけど、セトリ調べてもうあえてね、もうコンサートやってから日付が経ってるものだから、あえて調べて、ネタバレセトリ見て自分の見たい曲がある方を選んで夜にしました。なんか今ね夜の方を見て、そう、セトリで選びました。なんか普通に見たい曲あるのとか、あとなんかね夜コンサートの方はあの総監督のなんかこうバトンタッチみたいなのがあったんですよ。ミヨンさんからクラノーさんにその総監督バトンタッチみたいななんか曲が入ってて、なんかそれもすごく見たかったしと思ってそっちを見たんですけど、今まだまたもうちょっと残ってて、そう、なんかそっちもだからやっぱりさ、こう世代交代というか、その総監督もその3代目から4代目に引き継がれるみたいなもので、でコンサート自体も17期18期がすごい中心となってるような内容だったりして、なんかすごいどのグループもこう世代交代みたいな次世代のすごい感じがすごく伝わってきたそう、総監督もこうバトンタッチしてね、なんか時代が変わるみたいなコンサートにすごい感じました。そう、だからなんか最近なかなかそういう他のグループさんのコンサート見るっていう経験が、まあ去年 HKT さんのコンサートは見に行かせていただいたんですけど、ヒリヨルとナコさんのね卒業コンサートとその前の昼のコンサートと、まあそれはまあ現地で見に行かせていただいたんだけど、なんかそれ以降あんまり他のグループさんのコンサート見るっていうのあんまなかったから、なんかまあ自分のコンサートで追われてるはずなんだけど、あえてねちょっと他のグループさんのコンサートも見ようと思ってちょっと今日は見てみました、はい、でもさ、なんかその、まあ、自分のコンサートのために自分が踊り込むことももちろんそれは必要で、特に私はダンスすごい苦手だからあの踊らなきゃいけないんだけど、でもなんかそのいくら自分がひたすら練習しててもさ、なんか上手くなるなんか限度はやっぱあると思ってて、なんかこれで自分が上手くなったって思っちゃうじゃないですか、自分が踊れるようになっちゃったら。でもなんかもっと踊れる人を見て、あ、自分のここがまだ全然できてないなって知ることってめっちゃ大事じゃないですか。なんかただ自分の中だけでひたすら練習しててもなんか自分の上限ってやっぱ決まってるから、なんかもっと他の人を見てもっと自分のこの上限のさハードルを上げていく作業がすごい必要だなって思ったから、なんか人のコンサートを見ることでなんか、あ、こういうパフォーマンスの仕方があるんだなっていうさ見せ方の部分で勉強になることもすごくあったし、あとメイクステージで映えるメイクいっぱいメンバーがいるからいろんなメンバーのその顔を見て、あ、ここにラメ乗せたらめっちゃ可愛いな、だからラメ買ってきちゃった今日帰り新しいラメ買ってきちゃった、コンサートで絶対つけようと思って、そうメイクの部分でも、あ、この子のこのメイクはめっちゃ漏れてるから自分のコンサートの時こここうしてみようとかその面でもめっちゃ勉強になったし、なんか HKT さんは本当にコンサートの煽りがマジでうまい、これなんか なんでなんだろう、これ世代交代してもやっぱうまいのってすごいですよね。なんかだこの人多分指原さんがもともとめちゃくちゃうまいんだと思うの、なんだけどこう指原さんが卒業されてからもちゃんとうまいじゃないですか、そう、しかもやっぱセトリの組み方すらうまい、この曲の次にこの曲を続けてくるのはずるいわみたいな、そりゃ盛り上がるに決まってるよねみたいなさ曲順なのよ、めっちゃなんかセトリ組むのうますぎて裏に誰がついてるんだろうって誰がこのセトリを組んでるんだろうって思っちゃうぐらいセトリの組み方とその曲上での煽りがやっぱめっちゃうまくて、そう
まあもう瀬取りに関してはこちらのコンサートはもう決まってますのでさすがにそれを見たからってやっぱこの曲こうしませんかとはなれないんだけど、そう、まあでもね、今後につながるものはあるかもしれないけど、でもやっぱ煽りとかはさめっちゃ学べることだから、そう、なんかわーこの煽りうまいなとか、盛り上げ方やっぱすごい上手だし、そう、なんかそれってさ自分たちの中だと、まあ、自分たちの直属の先輩からしかそれって学べないじゃないですか。私はそれをすごい日向さんから学んでるんだけど、日向さんもすごい煽りうまくて、でも日向さんのその煽りってどこから学んでるかって HKT さんのコンサート見て学んでるって前スモアやってた時におっしゃってて、そう、なんかそうなったらじゃあ私が HKT さんのコンサート見た方が早いじゃんってなるし、そう、だって今後やっぱ自分がさそういう煽りとかを経験していくことになるし、それをまた後輩がさ見て学ぶわけですから、ってなったらやっぱ自分でなんか情報収集した方が早いじゃん。そう、だからやっぱ HKT さん煽りめっちゃうまいなって改めて思って、なんかそれは本当にめっちゃ勉強になることだったし、そう、だからこの今日お休みだったんだけど、このお休みの時間の使い方ってめっちゃ人それぞれで、多分今日レッスン場に行って自主練してる子たちもいるだろうし、お家で練習してる子もいるだろうし、それでいうと私は今日1分も練習してないんですけど1分も練習してない、でもなんか踊り込むことだけが練習じゃないと私は思いたいから、実際見てじゃあ自分のコンサートに生かせることなんだろうって思ったこととか、そのパフォーマンスの面だけじゃなくて、その後輩に対してなんかどう伝えたら、なんか自分たちのグループに置き換えた時になんか後輩たちにこれをどう伝えるかみたいな、なんかそういう面でもすごい勉強になったし、そう、私は、まあ、いい時間の使い方だったかなって思う、これはこれでそう、なんかこれもでも多分コンサートにちょっと余裕ができたからかなって思ってて、これで自分にあんま余裕なかったらやっぱ自分がまず練習することに時間を費やす、それがやっぱ最優先だから、でもなんかそこの余裕がちょっとできたから外からの情報を入れて自分たちのコンサートがもっと良くなるためにどうしたらいいかっていうのをなんか考えられたから、結局すごい余裕があるかどうかにつながるなってすごい思ったので、でもよかった。いや日向坂さんもね見たかったよ、時間があればね見たかった、めっちゃ。でもちょっとさすがにそこまでの時間はなくて、やっぱさなんだろう、あのね思ったのが HKT さんのそのコンサートは割とね県民会館にすごい近そうだった、なんか座席の作りがめっちゃ県民会館で、なんか自分たちのステージを一番想像しやすかったですね規模感そう。でも AKB さんのは PR アリーナだったからちょっとやっぱでかいじゃないですか、なんかもうさ特攻がすごくてなんか炎とか出ちゃってんの AKB さんのコンサートさすがに県民会館で炎は出ないじゃないですかさすがにその演出のどうのこうのもさネタバレになっちゃうから言えないけど、でもこれだけは言えると思うの、県民会館で炎はあんま出ないと思うえ出せんの県民会館って炎、なんか火災報知器ならないかなそうだし、なんか AKB さんのコンサートはなんかあのすごいステージがこうやって上がってた、そんなステージ立ったことないからさステージがこう上がってて花道がこうあってみたいな、あんまり県民会館で花道とか、今まで県民会館でコンサート何回かしてるけど花道作ったことないし、そうだからさ規模感がやっぱちょっとでかかったんだよね AKB さんのコンサート見てて、そうだからもちろんそのでもその分だけでかい分お客さんはすごいたくさんいるじゃないですか、でもコンサートの時間尺的にはさどこの会場でやろうが大体尺は同じじゃん、2時間3時間ぐらい、そう
そうだからコンサートの尺自体は同じだけど規模は違って、その分お客さんが多いってなると、なんか時間は決まってるのにお客さんは多いから、その分こうちゃんと満足させるコンサートじゃないといけないわけじゃないですか。ってなったら多分学べることはめっちゃ多いと思うんだよね。なんかそれだけの大きなステージでこれだけのお客さんをどうやったら楽しませられるかっていう、その部分でのなんか見せ方とかそういう部分ではやっぱ勉強にはなると思う。だから日向坂さんとかももっとめっちゃでかいステージじゃないですか。だからそれはそれ、なんかそれだけたくさんのお客さんを楽しませるなんか秘訣みたいなのは多分見たら学べるんだろうなって思ったけど、なんか自分たちのコンサート一番想像しやすかったのはやっぱ HKT さんのコンサートだったなって思って、今 AKB さんと、まあ、どっちも見てみた感想は、うん、そう。でもやっぱいつか自分たち、まあ、自分たちで言うとときめっせかな、なんかそういう大きいステージを目指してる身でもあるから、なんか今後のためを考えると多分そういう大きいコンサートでの盛り上げ方とか楽しませ方を勉強するっていう意味では見て損は絶対にないんだけど、今今週末の自分たちのコンサートのことをまず一番に考えた時には、そう、まず現状のお客さんを楽しませるコンサートにしたいって思った時に一番参考になったのはやっぱ HKT さんだったなって思ったので、そう。でもめっちゃ見たい、やっぱ日向坂さん。しかもさ、何日やった？2日3日ぐらいやりましたね。3日間だ、3日間やったんですよ。斉藤京子さんのコンサートが1日目にあって、その後グループコンサートが2日間あって、そう、3日間であんなでかい会場すげえって単純にすげえってなるじゃないですか。それだけお客さんをさ、なんか呼べるってこと自体がやっぱすごいし、その力は今 NGT にはないなって思う。だからそういう面ではやっぱ絶対見ておきたいものではある、うん、学べることは絶対に多いと。そう、いやすごいよね。そう、だからすごい知りたいな、それ知るために見るのはありだな。でもちょっと自分たちのコンサート前には時間がない。さすがにだから今 AKB さんのコンサートあと15分ぐらいでとりあえず夜公演が見終わるから、それ見終わってゆきりんさんの推しカメラも見ておきたい。なんかやっぱさ、そのなんていうの、表情の作り方とか、なんだろう、レスの送り方とか、そういう面ではやっぱりめちゃくちゃ参考になりそうじゃないですか。でまだゆきりんさんのコンサート見てなくて、そうだから普通にまあ見たい気持ちもあるんだけど、まあ、あえて推しカメラので見るのはありだなと思って、だからちょっとこの後時間があればそこまで今日中に見たい。見て自分の中で使えるものにしたいなって気持ち。しかもさ、それを見てさ、そのじゃあ本番すぐできるかって言ったらそうじゃないじゃん。でもあと3日あるから、今日見れば本番まであと3日あるから、今日見て学んだことをあと3日の中で自分の中に落とし込めば絶対に自分のものにできるじゃないですか。だからね、見ておきたいんだよね、今日中に。そう、そこまでゆきりんさんの推しカメラまで今日見れたらめっちゃいい時間の使い方、今日いい一日になったなって思えるから、ちょっと後で見ようかなって思ってます。はい、見たい。そう、あとはさ、やっぱさ、そう、日向坂さんのもめっちゃ見たいんだけど、そのやっぱ48グループの強みというかさ、結局自分たちも披露することになったりするじゃん後々。だってもうすでにやったことある曲、自分がやったことある曲がコンサートでやってたりもするから、そう
だからさ、見ながら踊ってたもん今日ずっと。 AKB さんのコンサートはね、何、永遠プレッシャーとか、永遠プレッシャー今まで2回やったことあるの。門さんの卒業公演とヤヒの卒業公演と2回永遠プレッシャー踊ったことあるんですけど、あの曲マジで難しくて本当に踊れないんですよ。あれ踊るのめちゃくちゃ苦労してて毎回。そうで、それをね、なんか3人でやってて、 AKB さんのコンサートで。そう、うわっこの曲めっちゃむずいやつ。しかももともとさ、めっちゃ人数多いじゃないですか、永遠プレッシャーなんて普通に。でもそれをなんかユニット曲として3人でやってて、へーすごーって思いながら見ててそう、てかほぼやったことある曲ばっかりだったりするよね。大声ダイヤモンドとかさ、大声ダイヤモンドはね17期生でやってたんですけど、そうだからさ、なんかその、まあ、まだゆきりんさんのコンサートの方見てないけど、でもゆきりんさんのコンサートの方でもさ、多分披露してた曲って自分がやったことある曲だったり、今後やったこやる曲、やることになるであろう曲とかさ、やっぱ絶対多いじゃんってなった時にさ、もうその見せ方、ゆきりんさんのその見せ方をさ、なんかそのまんま使えるじゃないですか言い方悪いけど。そう、なんかもちろん日向坂さんのコンサートを見て学べることとかもいっぱいあると思うけど、じゃあ自分がその曲をやるかって言ったら、やるチャンスってめっちゃ少ないじゃないですか。え、できたら嬉しいけど日向坂さんの曲できたらめちゃくちゃ嬉しいけど、多分自分がアイドルやってる間にあるかないかぐらいのチャンスじゃないですかそう、でも AKB さんのコンサートだったら、こうなんか今後やる機会絶対あるみたいな曲ばっかりだし、そうだからさ、なんかこう自分に落とし込みやすい、じゃ今後の自分のためになる一番の近道みたいなそうだから、その他のグループさんの曲もめっちゃ見たいけど、なんか一番自分に必要なものをなんか有効的に学べるのはやっぱ同じ48グループのコンサートだなってすごい思うからなのでそれを見ようと思ってます。てか私、坂道グループのコンサートって見たことないかも今まで。もちろん現地に行ったこともないし、配信系でも見たことない。本当にライブ映像、なんか DVD とかも見た記憶があまりないですね。実は見たことないかもコンサートって。でもめっちゃ、だって乃木坂さんのバースデーライブとか絶対楽しいじゃないですか。あれ、いやでもあれこそ本当に後輩が一番苦労するやつじゃない。だってさっきさ、私が言った NGT で言ったら、私は春床の頃から入ってる、春床以降から入ってるけど、4期はもうあの別まで全部覚えなきゃいけないみたいな感じじゃん。でもあれ乃木坂さんバースデーライブで過去の曲全部やるんですよ。そうだから後輩であればあるほど全曲覚えなきゃいけないじゃないですか、新規で。あれこそ一番大変なやつだと思う、後輩が。究極系だよね多分あれこそが多分究極系だと思う、私がさっき話したことの。あれはね絶対に大変、後輩であればあるほどもう地獄を見るレベルで多分大変だと思う。いや本当にだからすごい本当に。でも絶対楽しいよね、見る側は。見る側は絶対楽しいよねあれはちょっと見てみたいかも、実は見たことないので。絶対楽しいよね。てかすごい単純に、いや思った、なんか今日コンサートを AKB さんと HKT さんのコンサート見てて思ったけど、なんかさ、その覚える側の人のさ気持ちも考えちゃうの。なんか普通にお客さんとして、なんか普通に楽しいんだよ、普通に楽しいコンサートなんだけど、やっぱすごい職業柄やっぱアイドル側の自分だったらって置き換えちゃうんですよ。
絶対この人たちこれ覚えるの大変だっただろうなみたいな立場で見ちゃうのね。でなんかその今日見た HKT さんのコンサートがそのなんか次世代メンバーをにフォーカスしたコンサートなんだけど、一番最初なんか学力テストみたいなのをしてて、でなんか学力テストは事前に行ってて、でその学力テストの順位順でなんかコンサートの1曲目ね、先輩たちが歌ってる間に別会場で反復横跳びをさせられてんの50回1人。そのなんか事前に行った学力テストの順位順になんか反復横跳び50回やって、その後なんかそのすっごい床に散りばめられた封筒の中からなんかこの当たりを探すみたいな、で当たりが引けるまでその部屋から出させてもらえないの。だからなんかいくら学力テストで1位を取ってもその後その反復横跳びとその封筒で当たりを引くまでのその運が早くないと1位になれないっていう、そのなんかそういうのをやってたんですよ。でなんかその総合1位、そうこれ、ね、見ればわかるんですけど、そうっていうのをやってたの。もうそれってめっちゃ HKT さんって感じしない？もう普通のコンサートじゃありえないこの演出、このなんかエンタメ性みたいなのがすっごい、わ HKT っぽいわってすごい見てて思ったんだけど、めっちゃ面白いじゃないですか。そうバラエティ要素強めなのがすごい HKT さんっぽいなって思ったんだけど、そうでなんかそれを学力テストを事前にやって、その順位順で反復横跳びして、でも反復横跳びもさ、その得意不得意の人がいるから、例えば学力テストで10位ぐらいだったとしても反復横跳びがめっちゃ得意だったら50回誰よりも早く覚えられるし、でもそれでいくら早くやってもその後その当たりが引けるまでなんかそこでめっちゃ時間食っちゃったりとかみたいな、なんかそういうなんていうの、徒競走みたいなのをやってたんですよ頭で。でなんかその競争をして、で一番最初にその部屋から抜けてコンサート会場に着いた子からコンサートに出られるっていう、すごい斬新すぎる内容だったんだけど、そうでだからなんかそこで1位になった子からここの立ち位置ここの立ち位置って決められてるの。でもそれってさ、本番にならないとさ、誰がどの立ち位置に入るか分かんないじゃないですか。でもそれって覚える側からしたらめっちゃ大変で、多分立ち位置表に1位だった子はじゃあセンターの0番で、2位だった子はじゃあ上手の1番で、3位だった子は上手、あ下手の1番みたいな、そういう感じで多分番号が振り分けられてると思う。だからなんか自分が当日何位になるかによって自分の立ち位置がどこになるかって分からないわけじゃないですか。もちろん全曲そうなわけじゃない、さすがにもうそれコンサート成り立たない、何を覚えたらいいか分かんなくなっちゃう。なんか頭のね数曲だけそういう感じだったんだけど、覚える側からしたらマジできつい。だってさ、もう自分の立ち位置をさ確立してそこで覚えたいのにさ、当日自分の立ち位置がどこになるか分かりませんなんて、そんな覚え方したくないと思って、めっちゃ嫌じゃないですか。そうだからなるべくそこで苦労しないように、なんか横一列だったりとか、あと振り付けでこうカノンとか神明にならない、もう全員同じ振り付けだったりとか、まあ、そこは多分対応されてたんだけど、でもなんか何曲なんか最後の曲だけなんかこうピラミッド型になって、そのだから1位だった子がセンターでこう順位順にこう並ぶみたいなのがあったんですけど、でなんか実際その1位だった子がなんかリハの時はどうやら名簿順でやってたらしくて、だって誰が本当にさそのセンターに立つかとかどこに立つかがわからないから、なんかリハーサル中は名簿順でやってたらしいの。でなんかその1位になった子がね、栗山里奈ちゃんって5期生の子なんですけど、その子がコンサートでは本番で1位になってセンターに立ってたの。でもなんかリハーサルは名簿順でやってたらしくて、名簿順だとなんか13番目だったんだって。だからいつもその13位の人の立ち位置に入ってたらしい。でなんかそれがその上位12人までがその1階の平場でパフォーマンスできて、13位以降が2階の山台だったんだって、その立ち位置が。で自分リハーサル中は名簿順でやったから、なんか13位は山台の2階の山台のところにいて、リハはそれで練習してたんだって。
でもまさか自分が1位になってセンターに立つと思わなかったから、なんかリハと全然違う景色ですみたいな話をしてて、そう、え、それめっちゃ大変なやつと思ってもちろん確かにそれでセンターに立てるならめちゃくちゃ嬉しいことじゃん。だって自分の実力でさセンターを掴み取ってるわけだからめちゃくちゃ嬉しいことだけど、これリハ期間絶対しんどかっただろうなってなんかその立場でさ見ちゃう、どうしても自分だったらって思っちゃうんだよね。これ覚えるの絶対大変だと思ってそう、見る側はねすごい楽しいじゃないですか。だって誰が1位になるか分かんないしさ、そう絶対楽しいじゃん。しかもなんかその部屋から脱出した子からこのステージ上に上がってくるから、もう誰が次ステージ上に上がってくるかも分かんないの。そうなんかその序列とかも本当にないじゃん。だからえ次の子誰、うちの推しはいつ出てくるのみたいななんか多分そういう感じで見れるんですよ。めっちゃ面白いなと思って、だから見る側はお客さんは絶対このコンサート楽しもう。しかもそれ冒頭なのね、1曲目から3、4曲目までそれなのそうだから見る側はもう冒頭からめちゃくちゃ楽しいじゃんって思ってでも覚える側としては本当にちょっと避けたいかもって思っちゃいましたね。どうしてもやっぱその目線でも見てしまうから、そう、わー絶対大変と思って。そうで、あとなんかそのね聞いた、この前豊永さんがその日向さんの卒業公演の時にいらっしゃってちょっとお話ししてたんですけど、なんかそのコンサート HKT さんのコンサートの演出されてた方が NGT のそのツアーの時の演出の方で、そうなんかちょいちょいさツアーがさ脳裏をよぎってさこれ見たらわかるんだよねなんかうちでもやったなこんなことみたいなちょいちょいやって、もう途中部活動紹介し始めないかちょっと心配になっちゃったまさか部活動紹介しないよねと思って心配になっちゃったそう、あのねすごい似てるなって思ったところ何個かあって、最初そのそれこそさっき言ったその順位順にさ1位の子からこう別室からステージに上がってくるっていうので、なんか先輩メンバーがその間さあのステージ上をつないでて、後輩メンバーはその別会場抜けるために中継ずっとつながっててみたいな感じなんだけど、でなんかだんだん後輩メンバーたちが脱出してきてステージ上に上がってきて、でなんかそれをあの先輩メンバーが次は誰だあ、まるまるちゃんだみたいなのをなんかその上手のちょっと端っこの方で先輩がこう喋ってて、なんかこの景色私見たことあると思ってなんかさツアーの時さ頭の曲やった後さ、なんかダンスですごい自己紹介みたいなのさ私が名前呼んでた時あったじゃないですか、ツアーの一番初日なんかちょっとあの景色に似ててあ、なんか見たことあるあとね、あと似てるなって思ったのがね、ダンスブロック、まあでもこれコンサートあるあるですけど、なんかダンスブロックみたいなのがあって曲と曲の間に、まあこれは演出家さんがどうかっていうよりかは、まあ、コンサートあるあるなんですけど、ダンスでつなぐこれもなんか見たことあるツアーで。であとこれも多分演出家さんがどうとかではないんだけど、なんかその HKT さんのコンサートの中でその春夏秋冬を表した、ここからは春夏秋冬を表したブロックですどうぞみたいなやり始めて、1曲目で制服を着たメンバーがわーって出てきて、なんかその季節の移り変わりがどうとかっていうセトリだったんですよ。うちのツアーも季節が移り変わってたなと思ってでもさ私たちの時はさ各季節1曲ずつだったじゃないですか。春は春どこやって、夏はしゃべりやって、秋は君どこやって、冬マックスだったじゃん。で1曲ずつしかやってなかったんだけど、 HKT さんはなんかね
すごいじんわりじんわり季節が巡ってて、なんか最初すごい春曲から始まって、春曲が 2,3 曲ぐらいあって、夏曲 2,3 曲ぐらいやって、気づいたら冬曲やっててみたいな、なんかねメドレーっぽかったんだよね。メドレーっぽかったから、そうじんわりじんわり季節が巡っていってたんだけど、そうだからその演出家さんがどうとかっていうよりか瀬戸利の組み方の問題な気はするけど季節ブロック作りがちそうやってました。だからちょっとおって思いましたねちょいちょいそういうところがあったりはしました。でも面白い、やっぱ他のグループさんのコンサート見るのすごい勉強になるし、普通になんかお客さんとして見てもすごい楽しいなって思いました。でしかもね、その HKT さんのコンサート夏曲ブロックでガールズルールやってたの。え、乃木坂さんやんと思って。いやたまにやるんだよね、そのコンサートで1曲とか2曲だけ坂道さんの曲やるって。 NGT でもね、私が加入してからはないけど1回ありましたね。サイレントマジョリティやってなかった NGT のコンサート、2周年のコンサートとかでやってたよね、サイマジョね、とかそういうのもねあったりしますけど。でもガールズルールできるのめっちゃ羨ましいと思って、そう。でもなんかね、そのなんかそのブロックがメドレーみたいな感じだったから、多分その次世代メンバーの子たち、ドラさん、あ、制服のマネキンもやってた。制服のマネキンときメッセでやってたよね確か。間違ったっけ。そうで、なんかその次世代メンバーでメドレーみたいな感じで繋いでて、でドラさん5期生6期生のみんなでなんか半々ぐらいずつに分かれてやってて、だからさ、ガールズルール踊れた子たちが多分半分ぐらい、半分か3分の1ぐらいの人数しかいなくて、でも絶対やりたかった子いただろうなって思ったこのガールズルールのメンバーに選ばれてない子たちの中で絶対やりたかった子っていただろうなってちょっと見てて思いました。いや絶対やりたいよね絶対やりたいよね。あとなんかね、その春曲で偶然の十字路をやってたんだけど、チャリで出てくんのなんかちょっとうちで言うそばを食べてた対馬優奈子をちょっと思い浮かべてしまって、そのなんかコンサートならではの斬新すぎる演出としてチャリ出てきたみたいなそう、しかもさ、その偶然の十字路なんでチャリかっていうとさ、そのそう CM なのよ。そう、偶然の十字路がなんか自転車の CM、 自転車のなんか BAA マークだっけ、自転車のそのなんか CM 曲だったんだよね、その昔そうだからさ、自転車で出てきた時にそのマークついてないかなって思っちゃった。なんかついてたら結構湧く、めっちゃちっちゃいから多分会場にいたら絶対に見えないけど、配信だったらギリ見えるぐらいなんですよ。ついてたら結構ワクくない？はあ！だってそれの CM の曲だったもんねってなるじゃないですか。ちょっとついてたかどうか、ついてなさそうだったけど、ついてたら湧いたなって独特な場所で湧いたなって思いましたね。そう、チャリで出てきてて面白かったですね。ね、結構なんか本当にやっぱ人のコンサート見るの楽しいなって思いました。そう、あとね、なんかその去年も HKT さんのコンサート、それは現地で見させていただいたんですけど、去年現地で見た HKT さんのコンサートは割とその自分たちの曲が多めだったの。 HKT さんの曲多め、昼コンね、去年の春の昼コンが HKT さんの楽曲が結構中心で組まれたセットリストだったんだけど、今回のコンサートは全然そんなことなくて、それこそ乃木坂さんやってたりとか、 NGT の曲はちょっとなかったんだけどなかったんですけど、あのそれなんだろう、ガールズルールのね
前か後かちょっと忘れちゃったけど STU さんのサングラスデイズも夏曲でやってたし、あと、ね、あ、そう、え、どっちが先だったかな、あと夏曲にユリイカも入ってた、 NMD さんユリイカも入ってたし、冬曲だとチョコの奴隷が SKE さんの曲入ってたりとか、そう、結構いろんな他のグループの楽曲をすごくいっぱいやってたから、なんかそれはそれで楽しいなって。まあ見に来てくださる客層にもよりそうだけどね、本当に多分 NGT のファンの方の中にも NGT の曲しか聴いたことないから他のグループの曲やられても全然わかんないっていう方も、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、でも、まあ、現状で言うと NGT 思い出いっぱい公演は NGT の曲だけでやってるからさ、その NGT の曲だけでコンサートも今までやってきたけど、やっぱそことの差別化ってすごく難しいじゃないですか。だからなんかこう他のグループの楽曲をやることによって思い出いっぱい公演との差別化つけられたりとかっていうのはあるじゃん。今回の次の今週末のコンサートがどうかは分かんないけど、そうとかなんかそれがあるからさ、そうだから他のグループさん HKT さん、私めっちゃ HKT さん好きだから、ちなみにもうほぼちゃんと全曲知ってるのね。だから去年の春にやってた HKT さんのコンサートは HKT さんの曲が中心っていうかほぼそれしかなかったから、それはそれで私は HKT オタクとしてめっちゃ楽しかったんだけどそれはそれでね、そう。でも多分今年のその今日私が見たコンサートは他のグループさんの楽曲もすごくいっぱいやってたから、それはそれでめっちゃ楽しかったんですよ。そう、だから見に来てくださる方にも、まあ、よる、だって全員が全員同じ感想は持たないじゃないですか、コンサート見てね。だからもちろん見る人によって、あ、去年のコンサートの瀬戸里の方が好きだったなって、知ってる曲が多かったなっていう人もいれば、逆に去年のコンサートは HKT さんの曲だけでほぼ構成されてたから知らない曲がいっぱいだった、でも今回のコンサートは他のグループの曲もいっぱいやってて知ってる曲が多かったって思う人もいるだろうし、だからまあ見る人によって感想はそれぞれだと思うけど、なんか他のグループさんの曲やってるのもすごい面白いなって思いましたね。え、そう、でもなんかそこまでいろんなグループさんの曲やってたからこそ NGT の曲ちょっと入ってるの期待しちゃったけどでもいいです、 HKT オタクなので何でもいいんですけど、そう、でもいろんなグループさんの曲やもうやっててすごい面白かった、見てて。他のグループの曲できるのもホワイトエイトグループな、いやでも本当にそう思う、本当にそう思う。ちょっと坂道さんの曲はなかなかやらせてもらえないですけど、でもね、データグループの曲は割といろいろやらせてもらう、 NGT は結構少ない方なのかな、自分たちの曲を大事にしてるよねそれもいいことだから。そう、でもそうなんだよね、せっかくこう姉妹グループだからいろんな曲をやらせてもらえるのも魅力だな。逆にさ、乃木坂さんって乃木坂さんの曲しかやらないの、あ、でもあれ日向坂さんはさ、ひらがな欅時代の曲をやるとかまあまああったりするじゃないですか。でも基本自分たちの曲だけなのかな。でもそうだよね、あんまり聞いたことないよね。それこそ NGT 違う AKB さんの曲をさ乃木坂さんがやるってすっごい稀にしか聞かない気がするからね。そうだよね、そう思うとやっぱ強みだよね、48グループの姉妹グループの曲をやらせてもらえるっていうのはね。でも自分たちのグループの曲だけでコンサートをできるのはすごいことだけどね、それはとてもすごいこと。でもやっぱ強みなんだな、そう思うとフォーティエットグループはいろんな曲ができるっていうのね。さてさて今週末のコンサートは
一体どうなるのでしょうか。楽しみですね。今のこの話を踏まえると NGT は自分たちの曲で勝負するのか、はたまた他のグループの曲をやったりするのか、どうなるんでしょうか。まあ夜コンはね、日向さんの卒業コンサートですから、まあ、日向さん AKB さんの選抜にね入ってたりっていう経験もあったりするので、まあ、そういう楽曲もあるかもしれないけど、そう、夜は全然その可能性あるじゃん。日向さんの思い入れのある楽曲がきっとたくさん入ってるから、そう、夜はそういうのは全然あるとは思うけど、果たして昼のコンサートはスプリングコンサートは一体何の曲をやるんでしょうか。HKT さんのコンサートのように別会場からスタートしてしまうのか、コンサート丸々一本運動会とかになっちゃうんでしょうか。春だからピクニックでもしてるかもしんない、やっぱ近いしさ、あのお花見できるところが白山公園とかやっぱ近いから、今回会場からもしかしたらお花見しながらスタートとかもかもしんないよ。一体ね何をやるんでしょうね、ヒルコン。あ、今回はねそばじゃなくてねラーメン食べてるかもしれない。わかんないよ、あのまたこう頭に何かかぶってるかもしれないし。何をねやるかね、楽しみにしていてくださいね。おにぎり握ってサインボールの代わりに投げるかもしれないよ。これでお花見でも行ってこい。私たちからのプレゼントは私たちが握ったおにぎりです。私たちの愛受け取ってください。ポン。投げるかもしれないよ。それですごい時娘のおにぎり投げるかもしれない。それで食べ物を粗末にするなって叩かれるかもしれない。一体どうなるんでしょうかね、次のコンサート楽しみですね。まあでもね、去年の夏とかはでかいボールね回しましたからね、皆さんに。あれさ、割れるの想定外すぎてさ、でっかいさ風船さ客席に投げたじゃないですか、去年の夏。割れてさ、その時カメコ OK でさ、めっちゃ私とナナリがめっちゃびっくりした顔のさ写真をさ撮られてたの、本当に面白い。あの写真大好きなの、本当にめちゃくちゃ面白かった、割れた時の顔。だからね、今回のコンサートも何が起こるか分かりませんよ。客席に何が投げ込まれるかも分かりませんし。本当に面白かったあれ。そう、何が起こるか分かんないから、次のコンサートも楽しみにしていてください。ちょっとじゃあ9時になるからそろそろ終わりにしようかな。あとコンサート前はね、多分今日が最後かもしれないな、配信したの。だってもうコンサートまであとちょっとしかないじゃん、今日ぐらいゆっくりできてね。だからもうこれが本当にどこまでが冗談でどこまでが本気なのか、皆さんのご想像にお任せしますというか、本番じゃあ楽しみにしていてください。多分これがコンサート前最後の配信になるかと思いますので。では終わりにしたいと思います。ランキングを読みます。13位ダイバーさん、ありがとうございます。12位ケイタさん、ありがとうございます。11位トマオさん、ありがとうございます。10位ラーマさん、ありがとうございます。9位ヨシさん、ありがとうございます。8位タカさん、ありがとうございます。7位ハルクットさん、ありがとうございます。6位ヒーロさん、ありがとうございます。5位ユウキさん、ありがとうございます。
4位ホシーさん、ありがとうございます。3位ヨシーさん、ありがとうございます。2位のサラさん、ありがとうございます。1位オセキさん、ありがとうございます。それでは皆さん、コンサートまでさらばですね。いいコンサートにできるように頑張りますので、皆さん土曜日楽しみにしていてください。それではありがとうございました。